キマヤは、テレビ朝日のアナウンサーである、東京都出身、身長163センチメートル、青山学院高等部、青山学院大学国際政治経済学部卒業。中高大では、スキー部に所属、アルペンスキーに打ち込み、スキー巡指導員の資格を持つ。また、2012年ミスアース日本代表選考会で、ファイナリストとなり、 ジョイサウンド特別賞を受賞。アナウンススクールには、最初は、ただちゃんと話せるようになりたいと思って入ったが、他のアナウンサー志望の学生たちと一緒に学ぶうちに、アナウンサーが一番楽しそうと思うようになって、アナウンサーを目指すようになる。2015年10月から2017年3月まで、情報番組、お願い。ランキングに、単独 MC として、初のレギュラー出演。 同期入社は、池ヶ山舞、田中萌え、山木翔遥、か、山崎博樹。フリーアナウンサーの玉木みど緑は、青山学院初頭部からの幼馴染であり、小学校、中学校、高校、大学とずっと同じ学校に通っていたと、自身のインスタグラムでコメントしている。2019年9月18日、同局の1歳年上社員と結婚。2020年6月12日、 キャスターを務めるアベマ倍速ニュースで第一子妊娠と産休入りを報告。8月30日第一子出産を報告。ありがとうございます。